コチセ軍はアメリカ合衆国アリゾナ州の南東隅に位置する軍である。軍庁所在地はビスビー。2010年国勢調査での人口は13万1346人である。シエラビスタ・ダグラス都市圏に属しているとみなされている。コチセ軍は1881年2月1日にピーマー軍東部を分割して創設された。軍名は チリカーはアッパッチ族の伝説的戦闘指導者、コーチースから取られている。軍庁所在地は1929年までトゥームストーンだったがビスビーに移された。新しい軍の初代軍保安官を務めたジョニー・ビアンは、オーケー牧場の決闘の前後の事件で重要人物の一人だった。1886年には、ジョン・ホートン・スローターが保安官になった。 法執行者のジェフ・ミルトンと法執行者かつアウトローのバート・アルボードがスローターの副保安官を務めた。ジョン・ブロムフィールドが主演し1956年から1958年まで全国ネットテレビ放送されたモーガン警部はビスビーで撮影された。ジェームズ・スチュアート主演の映画折れた宿ジョン・ラプトンが出演し1956年から1958年まで 放送された同盟のテレビ映画は、コチセ軍を舞台にしているが、撮影は別の場所だった。作家 j イ・ジャンスのミステリー、ジョアンナ・ブラディシリーズは、ブラディを保安官とし、コチセ軍を舞台にしている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は6218.77平方マイルであり、このうち陸地は6169.45平方マイル。 水域は49.32平方マイルで、水域率は0.79%である。コチセ郡の広さは、ロードアイランド州とコネチカット州を合わせた、もの相当する。ビスビー市民空港は、ビスビー市が所有し、中心事業地区から南東を海里に位置している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コチセ郡の法人化地域と未編入領域。 カーチナー小乳道のビッグルームアパッチ峠近くのボーイートリデアとありがとうございます。